深沢洋一6月21日隊は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、元静岡市議会議員、元静岡県議会議員、静岡市清水区沖津生まれ、清水市立沖津小学校、清水市立沖津中学校、静岡県立清水東高等学校、新州大学工学部生産システム工学科卒業、原田翔三、 原田霊氏の秘書を経て、2005年、静岡市議会議員選挙に立候補し当選。2009年に再選。2011年、静岡県議会議員選挙に立候補し当選。2015年2019年の同選挙にも当選。2019年12月19日、自由民主党衆議院議員の持月義雄が死去したことにより、 自民党衆議院静岡県第四区支部長が欠員となり、深沢は公募を経て2020年1月20日に同市部長に選任された。2月21日に県議を辞職し、自民党は2月28日、衆議院静岡四区補欠選挙における党公認候補として深沢の擁立を発表した。連立与党の公明党も3月12日に、 深沢の推薦を決定した。4月26日の投開票の結果、元東京都議会議員の田中健良さん候補を破り、初当選した。4月27日、静岡県選挙管理委員会から当選人の告示がされ、同日衆議院議員に就任した。同月30日、高知会に入会。9月15日には、有林会に加入し、事実上の掛け持ちとなった。 ありがとうございます。